1969年の F1 世界選手権1969年の F1 世界選手権は FIA フォーミュラ1世界選手権の第20回大会である。1969年3月1日に南アフリカで開幕し10月19日にメキシコで開催される最終戦まで全11戦で争われたマクラーレン M7C 1969年初期のハイポジションウィングを取り付けた車両。ドニントングランプリコレクション収蔵。1969年シーズン、マトラはワークスチームを撤退し、ケンティレルとパートナーシップを結んだ。ジャッキー・スチュワートは新型のマトラ MS80 を操り、1969年のタイトルをたやすく獲得したが、 MS80 は MS10 の欠点の大半を改善したものであった。スチュワートのタイトルはフランス製シャシーの最初のタイトルであり、フランスで製作されたシャシーの唯一のタイトルであった。それは前年に F1 参戦したばかりのコンストラクターによる目覚ましい業績であった。ブラバムのジャッキーイクスはシーズン後半に追い上げた。ジャック・ブラバムが テストでの事故で、出場不能になった後、ドイツとカナダで勝利した。イクスは、スチュワートの63ポイントに次ぐ37ポイントで、シーズン2位を獲得した。ウィング、支柱、サスペンションが壊れる事故が数件発生し、ウィングは1969年のモナコから禁止となった。シーズン後半に、再び装着が許可されたが、サイズと高さが制限され、 シャシーに直接固定されるよう規定された。1969年シーズンはまた、前年のウェットレースから再び四輪駆動車への興味が喚起されたシーズンとなった。イギリスグランプリには四台の四輪駆動車が参加し、ジョニー・セルボイ・コール・ギャバンは、四区のマトラ・ MS84 でカナダにおいて6位、入賞し、四輪駆動車でポイントを獲得した、唯一のドライバーとなった。 ワイドタイヤとダウンフォースはグリップを高める優れた手段であることが認められた一方で四輪駆動はロータスが数年間実験を続けたもののその考えは大半が放棄されたブルース・マクラーレンは M 9のハンドリングをサインをするときに誰かが肘を揺さぶるような感覚だと評したコスワースは駆動力を後輪に多く配分するほど ハンドリングが向上することを発見した。スパフランコルシャンで行われる予定であったベルギーグランプリはジャッキー・スチュワートによる開催前の視察で指摘された路面やバリアの改善を主催者が行えずコースが極端に危険であるとして多くのチームがボイコットするに至り4月になってカレンダーから落とされた。ドイツグランプリでは F にマシンが5位から10位までを占めたが これらのドライバーにはポイントが与えられなかった。5位及び6位のポイントは11位及び12位の車両に与えられた。ポイントは1位から順に6位まで9から6から4から3から2から1が与えられた。各コンストラクターとも最上位の車両にポイントが与えられた。前半6000のうちベスト5000及び後半5戦のうちベスト4000がポイントランキングに数えられた。 ヘンリー P85 前半6戦のうちベスト5戦及び、後半5戦のうちベスト4戦が、ポイントランキングに数えられた。ポイントは、有効ポイント、括弧内は、総獲得ポイント。ありがとうございます。